ジェシー・アレン・リッチはアメリカ合衆国フロリダ州ピネラスパーク出身の右投げ右打ちの元プロ野球選手少年時代はタンパベイデビル・レイズが運営する野球クラブに所属しておりトロピカーナ・フィールドでバットボーイをしていたサウスフロリダ大学に進学し2004年のドラフト24巡目でトロントブルージェイズから指名され入団2007年5月15日の ボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビューいきなり8回に3を1失点の高頭で初登板初勝利を挙げる。その後は一旦マイナー落ちを経験したが故障した AJ バーネットの代役として7月に再昇格するとその後は先発ローテーションに定着し最終的に20試合に先発登板して7勝を9敗防御率3.81という成績を残した。 シーズンオフにはバーノンウェルズと共にトロント市内の子供200人を対象にチャリティー活動を行った。2008年は開幕からローテーション入りし5月24日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャー初完封。6、7月に調子が落ち込み一時マイナー落ちも経験したが8月に復帰してからは防御率1.94と好調を維持し最終的に 29試合に登板して176インニングを投げ、初の2桁勝利となる13勝を挙げた。これはいずれも2枚看板のロイ・ハラデー、バーネットに次いでチーム3位の成績であった。2009年には AS のロイ・ハラデーに次ぐ先発ローテーションの2番手として開幕を迎えたが、シーズン2度目の登板となった4月13日のミネソタツインズ戦で肘を痛めて途中降板。 そのまま故障者リスト入りし、6月にトミー・ジョン手術を受け、シーズンを終えた。2010年ではトミー・ジョン手術から復帰するも、防御率5.79と完全復活とはならなかった。腰の手術のためにシーズン途中で当番を終えた。2012年は右肩の故障で当番なしに終わる。オフに戦力外となり、FA になった。 2014年8月21日に現役引退を表明した。請求力を武器にした、打たせて取るピッチングが持ち味で、脱三心率は高くないがよしも少ない。2008年は4月から5月にかけて38回に3連続無四給の球団新記録を受立している。特異球はカッターで2008年は、 全投球に占めるカッターの割合が43.4%に達し、メジャーリーグで規定投球回数に到達した投手の中では最も高かった。その他にはスライダー、カーブ、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。